昨今は驚く衝撃のラストみたいなものを嫌う観客がすごく増えてるんですよ。もう熱く三島を語る磯村さんの姿を僕が一番見てもらいたい回です。末松映画館、いや、はい、ありがとうございます。はい、映画評論家の松崎武夫でございます。もうたくさんの皆様の拍手ありがとうございます。まあ、末松映画館1月の頭に始めたのでもう 3年経ったんで4年目になるんですけど、昨日、アップした哀れなる者たち、あれで161回、目になりまして、登録チャンネル登録者数が 13,294 人、ありがとうございます。皆様のおかげですよ、ありがとうございます。もう最初にじゃあちょっとこれから今やってる新作ちょっとおすすめ3本ぐらいあげていいですかね。さらっと年末にいい映画がたくさんあって、年始もちょっと地味なものが多かったんですけど、まあ、ソエマスではもう紹介できないし、ラジオとかでもあんま紹介できなかったもので、今パパッと上げるとこのネオンは消えずっていう香港映画が今公開中で、その香港って昔はネオンがすごく印象的で、その1980年代ぐらいの香港映画を見るとその海辺のシーンを撮るとだいたいネオンがキラキラしてるっていうのが香港のイメージがあったりしてたものが、まあ、実はものすごく減ってるっていう現状の中で、そのネオン職人のことを描いた映画っていうものがあって、これがなかなか、まあ、素晴らしくてですね、多分これをその10代の時に見たらそんなにいい映画だって思ったかどうか分かんないんだけども、その、まあ、特にそうちょっと、ね、話が前後しない、シルビアちゃんっていうこの主人公を演じてる女性っていうのは、かつてその僕が中学生の頃とかに圧巻探偵って言ってサミュエル・ホイが出てた映画とかのヒロインだった方で、 ある時期その女優業をちょっと辞めて監督なんかをしてたりとかして、まあ、最近ちょっと復活してこの映画の演技でものすごく評価されてるんですけど、その方を僕がその少年時代から見て、その、まあ、香港の、まあ、言葉はあれですけど美人な女優さんだってアクションができる人だって言われた人が老境に差し掛かった姿を見るっていうのは、なんか自分の人生とこう照らし合わせて見ることができて、ミッションインポッシブルの話とかトップガンの話した時も言ったことですけど、映画を子供の頃からリアルタイムで見てることのご褒美というか、それによってでしか感じられないものってあるな、その上でいいと思える映画ってあるなっていうのが、まあ、この、ネオンは消えずという映画で、もう一個皆に幸あれっていうですね、これは角川のホラー映画大賞っていうのがあって、11分ぐらいの短編を作った監督が、まあ、大賞を取って、清水隆さんとか、あとプラス一緒にやってた宇野コルマサさんとかが審査員やってらっしゃるんですけど、その大賞の作品を長編に起こした映画だったんですけど、まあこれがすごい、お金はかかってないですよ、その新人を発掘してその人にチャンスを与えるっていう作品なので、役者さんも古川琴音さん1個以外はほぼ有名な方は出てないですし、その北九州で撮影して北九州在住の演劇をやってる人だったり、もうこれが映像の仕事初めてですみたいな、おばあさんの役やってるとすごく変わった演技されてたりして素晴らしいんですけど、まあ、そういう環境の中で作ってるので、その予算的にはちょっと甘々なところはもちろんあるんだけども、もし日本でそのアリアスターの監督の映画みたいなものを作るとしたらこれかなっていう、なんかこう才能の兆しみたいなものを感じて、すごい映画だなと思ったので、まあ、ぜひ応援してほしいという意味でも見ていただきたい作品で、もう一本は、この間ラジオで話して、おととい米粒社協さんの番組でもちょっと話したんですけども、早々のカーネーションっていうね、ありがとうございますっていう作品があって、これが本当素晴らしくて、
トルコを舞台にしてて、そのおばあさんが亡くなって、その遺体を入れた棺をこうやってこう歩いて担いで、孫がいるんですけど、孫は多分説明はされないんだけど、まあ、おそらく戦争か紛争で両親亡くしてて、おじいさんとおばあさんと一緒に暮らしてたんだけども、おばあさんが亡くなったんだと。でそのおばあさんの遺体を、まあ、国境の向こう側にあるふるさとまで届けようとするっていう、まあ、それだけの話なんですけど、とはいえその、まあ、日本でもそうですけども、その遺体を、ね、勝手に運んだらダメなんですよ。違法なので、警察の目とか軍の目をくぐり抜けなきゃいけない。でその間にその地元の人たちが例えばボロボロになった棺を見て、いやこれもうちょっと今だったらいい段ボールがあるからこっちに入れないよみたいなことで助けてくれたりとかしながらも、例えば夜もう明かりもないような荒野の中でその過ごしている時に動物に襲われるんじゃないかなみたいな恐怖があったりとか、いろんなその次から次にアクシデントが起こるっていう、まあロードムービーになってるんですけども、とにかくねこれはラストシーンが本当に素晴らしくて、素晴らしいっていうのはことは語弊ありますね。その決してあのハッピーなラストじゃないんだけど、なんかこう映画でしかできない、そのこの日本ではもう、日本もね最近経済的に厳しくなってるとはいえ、それ以上に厳しい社会の中で生きてるこの祖父と孫が、その、なんかこう映画の中だけ、現実には不可能なんだけど映画の中だったら可能にさせる、二人にとって、まあ、特にそうかな、おじいさんにとって幸せな形みたいなものを描いてることに結構こう震えるぐらい感動した映画だったので、この早々のカーネーションをぜひご覧いただきたいので、今現在公開中の映画で添えますでできなかったものでは、この3本ちょっとご覧いただきたいなというふうに思いました。では早速なんですけど、最初のコーナーに参りたいと思います。このコーナーではですね、2023年に公開された作品、つまり、2023年の1月1日から12月31日までに公開された作品で、添松映画館で取り上げた作品の中から、視聴回数の多かったものを10本並べて、まあ、去年の傾向みたいなものを話していこうということなんですけども、去年の、1月1日から12月31日までの集計になるので、言ったらまあその後半にその配信されたものほどその視聴期間が短いので再生回数が短くなるっていう傾向があるはずなのにみたいなこともちょっと感じていただけるんじゃないかと思うので、ちょっとざっくり見えないかもしれないので、これ出すので一本一本ちょっとご紹介していきますと、こんな感じになっております。1位はゴジラマイナスワンで11月3日配信なので、結構ね2ヶ月ぐらいしかないかったのに再生回数としては一番多くて、6万936回見ていただいてます。でこれは歴代2位なんですよ。この添松映画館の161回の間で歴代2位の記録をたった2ヶ月でやってるってのは本当すごいなと思って、歴代1位は、72,792回っていう、トップガンマーヴェリック僕が一番見てもらいたい回ですが1位なんで、ま、でもねこの勢いでいうと、まだゴジラマイナスワンってまだ公開してて、今もそのマイナスワンマイナスカラーっていうのが公開されて、あれ、うん、まあ、初めて見るのカラーの方がもちろんいいんですけど、モノクロで見るとやっぱゴジラが出てくるシーンとかのなんかなんていうんですかね、その1作目の1953年のそのゴジラではなく、50年間のゴジラにはなかったその自分がそのゴジラの足元ぐらいまで行って見上げる感じみたいなものが、その1作目を想起させるようなその色合いとそのテーマなはずなのに、その大きな画面で見るとその没入感がすごいっていうのはものすごく感じました。で、まあ、あんまそのね変更点みたいなのちょこっとだけあるんですけど、まあ、あんまりこうどこが違うのかってあんま気にせず見ていただいた方がいいんじゃないかな。で2位が、首です。たけしさんのこれも11月24日配信なので、まあ、1ヶ月ちょっとで、3万138回
で3位が、ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1、これは4月21日配信で、28,042 回ということなんですけども、この、ミッションインポッシブルでちょっとまあちょっと去年の傾向みたいなもの一つ言えると思うんですけど、上映尺がなんか映画ってちょっと長くなる傾向みたいなものがあるっていうこと、なんかまああの X 上とかでも議論にいろいろなってるので、まあ皆さんも感じてるんだと思うんですけど、例えば去年だとジョン・ウィックとかキラーズ・オブ・ザ・フラームーンとかいろいろこう言われてると思うんですけど、一方でそのマーベルズみたいに最近はそのマーベルの映画どんどん長くなってるから、あの120分以内にしましたって監督がわざわざ言ってるように、まあマーベルズって107分の作品になってましたけど、やっぱりその監督の側もその尺が長くなってるからこの今作では短くしてますみたいなことを言うぐらい、やっぱ傾向があるんだなってい こう裏付けになってると思うんですけど、これいろいろこうね、なんかその長くなってる理由っていうのは考えられて、そのまあ一つにはその例えば1980年代ぐらいになって、そのスティーブン・スピルバーグが制作総指揮っていうのをやるようになったり、まあ、ジョージ・ルーカスがそのレイダースでスピルバーグと映画を作って、まあ、自分は作る側じゃなくてプロデューサーに回るみたいなことがあって、監督がプロデューサーを兼任するっていうことが昔はできなかったんですよ。映画が始まった頃っていうのは、映画会社っていうのはそのタイクーンって呼ばれる、あのタイクーンっていうのはあの日本語のタイクーンっていう言葉から来たって言われてるんですけども、その映画会社の社長だったりその大物プロデューサーみたいな人たちがものすごい権限を持ってたので、1940年代からまあ50年代の頭ぐらいまでですけど、まあ40年代までが一番だと思いますけど、その頃はその映画会社の社長がこいつ主演でこの監督でこの映画撮れって言ったらもう誰も文句言えないみたいな、で編集権みたいなものを全くなく、編集権に関しては1980年代に至ってもやっぱりその編集権がこう監督にないので、そのリドリー・スコットはその1990年代になってからあの最終版っていうブレードランナーを作って、自分が思うその編集版のブレードランナーを作ったんだと。であれがあの映画をきっかけにディレクターズカットっていう言葉が一般的になったんですけども、もともとそのディレクターズカットっていう言葉自体はその世の中と、まあ、世の中とか業界内では言われてた言葉なんです。それは何かって言ったら、そのプロデューサーがそのまあ完成したものを見て、あの編集直せって言って直したものが完成品として世の中に流通して、皆さんが見る映画として、例えばローマの休日みたいなものだったり、ベンハーみたいなものだったり、見たものが世の中に出て上映されてるんだけども、それ以前にラフカットっていうんですかね、その監督がまず意図した長さの編集版みたいなものが、まあその1960年以降で作られたりしてたんですよ。でそれを監督が意図する編集版だから、ディレクカットって、まあ編集という意味なので、ディレクターズカットと呼ばれるものがあって、それはまあ世に出ることはなかったんです。 それをまず、映画会社の人たちが見て、まあ、編集マンに編集をもう一度頼んで上映尺に合うようなものを作るっていうものがあったので、ディレクターズカットって言葉は、まあ、業界の人だけが使ってる言葉だったのが、その1990年になった時にそのリドリー・スコットがブレードランナーの最終版を作って、そのまあ実は編集に対してはいろんなごたごたがあるんだよ、でその前にバトル・オブ・ブラジルって未来世紀ブラジルっていうあのテリー・ギリアムが作った映画の中で、そのラストとかも含めて、まあ編集でものすごい揉めたっていうのは一冊の本になってるので、これ古本でぜひ探して読んでいただきたいんですけど、そのバトル・オブ・ブラジルにも書いてるように編集でものすごく揉めたっていうことがあって、そういう経緯で監督たちが戦った結果が、その監督にも編集権が行くようになるんだけども、その時にはその基本的には監督がプロデューサーをやることによって編集権をもらうっていうことをしなきゃいけなくて、あの必ずしもその1980年代にスピルバーグがやってた時にあのスピルバーグにあの編集権があったかどうかっていうのは結構怪しいんだけども、そういうものをどんどんとその映画会社と戦ったり、その監督たちが権利を主張していった結果、その2000年代ぐらいになってから、その監督がそのプロデューサーをやる、もう今もうね、監督がプロデュースやってるものがたくさんあるじゃないですか。だから当たり前になったんだけども、それはやっぱりそういう歴史を
があって勝ち取った上でなったものだっていうことであるんだけども、そうした時にやっぱその監督がプロデューサーを兼任したり、まあ、役者が兼任してる場合もありますけども、まあ、どうしてもこう思い入れがあるから切れないっていうことがどんどん増えていったっていうのが一因の一つで、もう一個その、まあ、配信映画っていうのがその2020年代ぐらいから台頭してきた時に、その2010年代の後半に配信映画っていうものが作られた時に、例えばアイリッシュマンみたいなものが作れた時に、まあ、配信っていうのはその劇場公開するわけじゃないから、2時間だろうが90分だろうか、それこそ4時間だろうが5時間だろうが、その視聴者が見たい時に見ればいいんだから、上映者が関係ないものができるんじゃないかっていうことが、まあ、当時言われてた。でそのことがまあ今その実際そうなってんじゃないかなっていうふうに僕は感じていて、まあ、映画って興行なので、その劇場でかける側からしても長い映画よりも短い映画の方がありがたいっていうのはもちろんある。だからまあ僕も今日も話長くならないしなきゃいけないなって思ってるんですけど、まあ、あのそういうことで、その何て言うんですかね、長くなってるっていうのはその一つの理由じゃなくて複合的な理由で長くなってるっていうことで、ちょっとこれからどうなるのかなっていうのはちょっと僕には見当がつかないんだけども、やっぱそのマーベルズが公開された時に、その最近の映画長いっていうことをそのクリエイターの側から言葉が出たっていうことは、何かしらのそのなんかこうヒントになるんじゃないかなというふうに感じております。続けてですね、4位ですね。4位は性欲です。これも11月10日配信なので、1ヶ月ちょっとなんですけども、2万1563回ということで第4位なんですけど、これはあの磯村勇斗さんに来ていただきまして、本当ありがたいことに磯松映画館というタイトルで、もうね、いやこれ勝手にやってんじゃないですよ、磯松ね、最初冗談で言ってたら、いいですいいですよってマネージャーさんが本当全然 OKOK みたいな形になって、本当にね、あのご協力いただいて、あの言っていいのかな、なんかそうね、準レギュラー、いや本当そうなんですよ。あのいや、あのね、この性欲の回に関してはこの時、まあ、磯村さんってね、去年めちゃめちゃ映画出てて、書き出したんだよな、最後まで行く、波紋、渇水付き、性欲、登場リベンジャーズの2本で7本映画出てらっしゃるんです。で、まあ、それでドラマも出てらっしゃるし、 CM 出てるし、舞台もやってらっしゃったので、ものすごい忙しくて、このその性欲の時っていうのは月とも被ってたので、そのドラマの撮影を考えると、そのあまりこうなんていうかね、あの PR にこう時間を割けないっていうことが映画会社 その宣伝会議で話されて、じゃあどこでその性欲に関するそのプロモーションをやればいいんだっていうことが、まあ、その宣伝とか配信の人たちで会議になったらしいんですよ。でその時に磯村さんの側に、とりあえず何に出たいですかって言って、それあの絶対押しますっていう風に言った時に、その映画会社の人たちは、まあ目覚ましテレビとかね、あのそういう番組言われるんだろうなって言って、なんとかねじ込もうと思ってたら、何を置いても添え松出してくださいって言ったらで、その映画会社の人に、松崎さん、磯村さんに何やったんですかって言ってで5位は、キリエの歌でございます。これは10月13日配信で、2万270回なので、ほぼ性欲と同じぐらい見られてるっていうことですね。1ヶ月違いぐらいですけども。そして第6位はザ・ウィッチ魔女増殖、5月26日配信で、これは1万8733回。次7位がザ・スーパーマリオブラザーズムービー、4月28日配信で、1万7998回再生しているということなんですけども、これはまあもう何て言うんですかね、物語らしきものが見当たらない映画ってのが増えてるっていうのの象徴だと思うんですよ。スーパーマリオなんかだと、まあそのゲームなので、そもそもそんなストーリーがないとは言わないけど、そんなあのストーリーで見せるものじゃないじゃないですか。ってなった時に、
そのストーリーみたいなものがあんまり重要じゃないっていうような映画も増えてきてるなと思ったのが、例えばミッションインポッシブルとかジョン・ウィックみたいなもので、ジョン・ウィックだってねストーリーほぼないですよね。ずっと3時間戦ってるじゃないですか。でもちろんそのヨーロッパに来ました、大阪に来ましたとか、そのね物語ありますよ、あるけれども、あんまもう重要じゃなくて、なんかそういうものに惹かれる観客、あのそれはもう一つは、例えばその昨今は驚く衝撃のラストみたいなものを嫌う観客がすごく増えてるんですよ。で、あのなんか物語で驚きたくないとか、その自分が思ってないような物語を提示してもらいたくないっていう観客が一定数増えていて、やっぱそのこととも僕は無縁じゃないなと思っていて、でもね、そのやっぱその物語を作る人たちっていうのは、やっぱこう脚本を練るときに、いかにその今までに見たこともないような物語、もういろんな物語って出尽くしパターンで出尽くしてるけれども、その中で何かできないかっていうことでこう創作っていうものを続けているのであれば、やっぱその子の戦いっていうのはやっぱまだまだ続くんだろうけども、去年までの時点で言うと確かにそういう映画は増えてるなという、まあ、そういう話なんですけれども、第8位はこの長い映画ですね、キラーズオブザフラームーンですね、はい、これが17,989回なので、マリオと10回違いぐらいで、9位がですね、君たちはどう生きるか、8月18日配信で16,614回なんです、続けて最後10位ですね、10位は、5月12日配信のターで16,614回、時点でここに挙げてますけども、ウィニー、これもありがたいですね、14,543 回で、新仮面ライダーの14,043 回、怪物の14,196 回と14,000 回ぐらいのものが、時点として入ってるっていう感じなので、こういうものが上位に入ってるんですけども、で2023年の傾向でもう2つですかね、話しておきたいことがあって、キリエの歌、まあ、これも尺が長い映画だっていうことがあるんですけども、これはそのいろんな今年去年話した動画の中でちょっとだけいろんなところで言ってたんですけど、その何ですかね、決してその潤沢な予算があるわけじゃないんだけども、こういう映画が作りたいっていう熱を持ってる作品っていうのが、例えば大手の映画だとそのゴジラマイナス1もそうだし、その、ザ・クリエイターなんかもそうだと思うし、あの君たちはどう生きるかっていうのもそうだと思うんですよ。なんかその作品に面白いかどうかとかっていうことはちょっと置いといて、その映像からその作り手の熱みたいなものをなぜか感じるっていう映画が結構あって、その低予算のものでは例えば切り絵の歌もそうだし、福田村事件もそうだし、ほかげもそうだし、まあもうここで紹介した作品なので細かくは言わないですけど、何かそういうこう熱を持って、なんかこの映画を作らないと次に進めないっていう監督の、そう、映画作りに対する危機感なんだと思うんですけどね、そういうものを感じる作品っていうのがあって、もう一個あのこれちょっと紹介できなかったんですけど、ストールンプリンセス、キーグの王子とルスランっていうあのウクライナのアニメーションがあって、あのこれ、クラウドファンディングでお金集めて、あの小川さんっていう僕が昔から本当お世話になってる若い映画の宣伝の方がいらっしゃったんですけども、この映画を配給したいって言って会社辞めちゃって、マンション買う、あの玉金するっていうお金で配給券買って一人であの配給したっていう映画があって、彼女の熱にはすごく僕はもうほだされちゃって、いろんなところでこの映画の宣伝したんですが、ちょっとまあ添え松ではちょっと外せなかったっていうことがあったんですけども、あともう一つは、バビロン、これちょっと上がってないんですけど、僕の去年の結構ベストの映画で、あの動画も結構僕としては去年配信した動画の中では好きな、自分でやってて好きな解説の一つだったんですけども、バビロンってその1920年代にその映画がサイレントから陶器に移行するその端境期のことを描いた作品だったんですけど、その映画についての映画であるっていうことが結構特徴で、その何ていうんですかね、例えば
エンパイアオブライトとか、チラシどっか持ってきてるな、エンパイアオブライトとか、あとスピルバーグのフェイブルマンズとか、エンパイアオブライトはちょっと添えますできなかったですね。あと、インド映画のエンドロールの続きとか、中国映画のワンセカンドで、さらにはそのこれもちょっと紹介できなかった日本映画で花くたしっていう映画があったんですけど、これ新井晴彦さんの監督作ですけど、その花くたしっていうのは、花くたしっていうのはもともと小説には全くない設定が入っていて、それは何かっていうと、ピンク映画っていう産業がもう日本では滅びつつあるっていうことに対する、その映画に対するこう警護みたいなものが描かれていて、それはもう小説にないのに、もう新井晴彦さんがもともとピンクじゃなくて、まあロマンポルノの脚本書いてたから、そういうジャンルに対する危機感みたいなものを映画の中に閉じ込めていて、新井さんまで映画についての映画作ってるよみたいな思ったんですけども、これはやっぱりそのさっきも言ったその2020年コロナ禍になった時に、そのまあ映画監督たちはやっぱ考えたんじゃないかなって思うんですよ。その世界中でどの国でも映画館が閉じちゃって、映画が見れないどころじゃなくて映画も作れなくなった、その時にその映画作りって何なんだろうって考えて、監督たちが世界にたくさんいて、同時多発的にそのコロナがコロナが収まってだんだん映画作れるような状態になった時に、映画についての映画をみんなが同時多発的に作ったから、こういう作品がドッと出たっていうことなんじゃないかなと思って、やっぱその今その配信の問題とかもありますけども、映画館そのものがその日本に限らず世界的に危機的な状況にあるということに対する危機感みたいなものが、こういう作品を生み出してるんじゃないかなというふうに僕は感じたというのも、まあ2023年の特徴じゃないかなというふうに思いました。一応2024年の映画、今年の映画どういうふうになるかということを簡単に言うと、今ラインナップいろいろね、あの映画雑誌とか見たら今年の公開作品ってリストが出てますけども、続編が多いなってすごく思って、例えばまあ近々だと砂の惑星デューンの続編とか、まあレディー・ガガが出るって言ってるジョーカー2とか、とグラディエーターも2がね、リドリー・スコット監督でやるし、デッドプールの3とか、ゴジラ対コングの続編もあるし、ゴーストバスターズももうね4月には公開される、猿の惑星もあるし、バッドボーイズの4もあるし、ビートルジュースの2もあるし、インサイドヘッドの2もあるし、怪盗グルーとかカンフーパンダとかのまあ、続編もアニメである。さらにまあ僕が一番こう注目してるのはフューリオサって言ってね、あのマッドマックスの新作とはまたさらなる前日談になりますけども、シャーリーセロンがやったフューリオサを主人公に、彼女の若い頃アニャ・テイラー・ジョイがやってるっていう作品が、まあジョージ・ミラー監督本人がやるっていうことで僕はすごく期待してるんですけど、なんかね、企画がないのかなってやっぱちょっと思っちゃうような傾向っていうのは感じたりしています。はい。